こんにちは。ナレーションを担当する京町聖華です。今回はこの動画の中の人が2023年3月にイタリア語検定オンラインで受験した感想を私が代わりにお届けします。まず本試験の概要について。この試験は特定非営利活動法人国際市民交流のためのイタリア語検定協会主催のイタリア語の能力を測るための資格試験で、実用イタリア語検定と言います。まあ私が受験したオンライン版は実用イタリア語検定 IBT と呼ぶのが正しいのですが、それについては後ほど説明します。実用イタリア語検定は毎年3月と10月の年に2回行われ、春は5級から準2級まで、秋は5級から1級までの全ての級の試験が実施されます。試験方式は5級と4級はリスニングと筆記のみの構成で、3級以上の試験では作文も課されます。また1級と2級に関しては1次試験合格者のみ、口述の2次試験が課されます。実用イタリア語検定試験の規模についてですが、数年前まで年間の受験者数は4000人を超えていましたが、受験者数は減り続け、現在では年間の受験者数が3000人を切る規模に。日本全国の14都市プラスローマ&ミラノの試験会場で受験できますが、2022年からは春の試験については CBT ソリューションズの協力のもとオンラインのみで実施されています。そのことからオンラインのイタリア語検定試験は実用イタリア語検定 IBT が正式な名称です。試験内容や難易度については実会場での試験と同等なので、オンラインで受験用の特別な対策は必要ありません。さて私がこの試験を受けた理由は動画ネタになるからが一番ですが、もう一つはイタリア語検定協会に課金したかったからです。受験者数が毎年数百人単位で減っている試験ですから、このままテコ入れしなければあっという間に消滅する検定試験。参助金という方法で推しの協会に課金することは可能でしたが、どうせなら9000円払って準2級でも受験するかと決心しました。はい、ここからは受験するにあたっての準備について。まあ準備といっても私の場合、実用イタリア語検定の公式サイト経由で CBT のサイトに移り、オンライン試験用の個人アカウントを作成し、クレジットカードで代金を支払っただけです。作成した個人アカウントからデモ試験を実施し、イヤホンの音量調整や試験のプログラムがうまく作動するかどうかの確認は必ず行いましょう。ちなみにオンライン受験する際に使用するパソコンのモニターサイズが14インチ未満だったり、画面解像度が FHD1920×1080 以下の場合は試験中の画面が見にくいと思います。試験に使用するパソコン環境はネットサーフィンが快適に行える性能と最適な通信回線速度、 FHD 以上の高解像度で小さすぎず大きすぎることもないモニターを準備して受験しましょう。さて私が受験した準2級の難易度ですが、検定協会によると次のように設定されているようです。イタリア語の基本文法について総合的な知識を持ち、日常生活全般に必要なイタリア語を理解し表現することができる。日常的な範囲の会話やテレビラジオの内容を聞き取り、一般的な文章を読み、さまざまな出来事、状況、自分の意見を書くことができる能力が要求される。はい、日常生活の定義がよくわからないので準2級を実際に受けた私の個人的な難易度の感想になりますが、準2級合格水準だと難しくない日常生活の会話が成立する程度。テレビやラジオの内容は正直見たり聞いたりしただけでは8割わからないと思います。ただこのレベルのイタリア語能力がある状態で語学留学を始めれば、数ヶ月間でめちゃくちゃイタリア語力が伸びることは間違いないでしょう。なので準2級合格を目標に勉強するのは無駄ではありません。イタリア語学留学を考えている人は準2級合格を目標に最低でも3級を獲得してから渡航するのが個人的なおすすめです。ここからは個人的な感想を踏まえたオンライン受験のメリット3つとデメリットを4つ紹介していきます。まずメリット1つ目は、会場にわざわざ足を運ぶ必要がありません。日本全国でたったの14都市、イタリアでもミラノ、ローマの2都市でしか開催されないので、家が遠い人は試験会場まで行くのが大変。交通費や場合によってはホテル代までかかるかと思うと試験を受けるハードルが上がりますよね。その点すでに自宅にパソコンとネット環境さえあれば試験代以外のコストが全然かからないので、オンライン受験は軽い気持ちで挑戦することが可能です。
はい、オンライン受験のメリット2つ目、試験期間が1週間もあり、自分の好きなタイミングで受けることができます。これは私が思っていた以上に勝手がよく、例えば私の場合、午前中に用事を済ませ、午後の仕事へ行く前の空き時間に受験することができました。あ、でもこんな世話しない受験スケジュールを進めているわけではありませんよ。とにかく試験会場へ足を運ぶ時間もゼロですし、試験終了次第すぐに別のことができるのもいいですね。オンライン受験のメリット3つ目、試験会場独特の緊張感がなく、リラックスして受験できます。私はよく緊張するタイプで、試験会場独特の空気感が苦手なのですが、自宅だとその心配はありません。同じような性格の方には一度オンライン試験を利用していただきたいですね。はい、ここからはオンライン受験のデメリットです。個人的に改善してほしいなと思ったことも含まれます。デメリット1つ目、試験前に読まなければならない注意事項が多すぎです。試験画面の操作説明がほとんどで、もちろん受験前に読むべき内容なのですが、実用イタリア語検定試験公式サイトのあちこちに注意事項が分散され、とりあえずこれだけ読んでというように、うまく1ページでまとめられていなかったのが残念です。デメリット2つ目、リスニング問題では次の問題の質問を先に読むことができない。例えばリスニング試験の音声は基本的に2回流れるわけですが、1回目の音声のみで回答できた場合、余った時間で次のリスニング問題の質問を読んでおきたいってことありますよね。それができない仕様になっています。次の問題に移るとその問題の音声が流れ始めるので、余った時間を有効活用することができません。デメリット3つ目、試験用紙にメモを取ることができない。一応机の上にメモ用紙を置いて手書きしても良いことになってはいますが、試験用紙に直接メモできた方が便利だと思う人は少なくないと思います。リスニングだと単語レベルでのメモでも良いと思いますが、筆記パートの長文問題だと本文中にチェックを入れたい人は多いと思うので、それができないオンライン受験のデメリットは大きいと思います。デメリット4つ目、作文の記入枠が小さい。オンライン受験の準2級と3級には作文もあるのですが、その枠、窓がなぜか大きくなかったんですよね。キーボードでの入力に支障が出るほど小さいわけではありませんが、作文が終わり、文章全体を見直す際に何度もスクロールする必要があるのは面倒だと思いました。以上、オンライン版のイタリア語検定試験の紹介と、私の、というか、この動画の中の人が、3月にイタリア語検定を受けた感想でした。イタリア語検定の運営元は、お財布事情が大変なようです。この動画をここまで見たあなたも、イタリア語力を測りながら、検定協会に課金してみるのはいかがでしょうか。ついでに、私の動画のコメント欄から、スーパーサンクス機能で、このチャンネルを応援してくださる方も、大歓迎です。ではまた、次の動画でお会いしましょう。